はいどうもこだわりですえー、今日は3月11日ということでねあの震災の日に、うん、あの頃ね9年前震災のあの頃僕は何してたかっていう話を軽くやっていきたいなぁと思うんですけどね何から話そうかな とりあえず、あの頃あの、パソコン持ってなかったんですよ、僕。で、テレビは持ってたんですけど、まあ、ろくに見てなかったので、口述するけど、あの、ほどテレビ見る時間があんまなかったので、はい。うん。本当あの、静寂でしたね。テレビ見ないパソコンないで、情弱でしたね。 震災を知ったのも、あの、知り合いからのメールでしたし、ネットはなかったけど、一応、あの、ガラケーは持ってたんですけど、そういう知り合いからのメールで、初めて震災を知る、それくらい、あの、情弱でしたね。はい。で、なんでそんな忙しかったのかっていうと、あの、ブラックバイトしながら、 大学行ってたからブラックバイトっていうのがですねあのなんだろうあの急な呼び出しとかありますしほんとあの休みの日にいきなり呼び出されたりあとバイトがない日にあの学校終わってから「こだわりくん今日の夜来れる?」って言って呼び出されたことも。 ありましたね。お給料安いのにお給料安いし残業は多いっていうねそんなブラックバイトだったのであの本当生活が不安定でしたね金もなかったしそうブラックバイトしながら大学行ってたんですけど 彼女生活も学業も安定しなかったのででも仕方なくとりあえずで休学せざるをえませんでしたね、はい、そう大学行ってたんですよ僕あの頃大学行ってたんですけどあの、まあ、ブラックバイトしてたせいであの単位も落としかけて てか単位落としてたのでこのままじゃ留年しちゃうなっていうことでとりあえず休学しましたね、はい、いやあの頃はねとりあえずで休学したんですけどあの今となってはそのおかげで卒業できましたし 休学してこう考える時間いや、転職する時間、まあ、バイトなんだけど、バイトね、選ぶ時間とか、そういう、常識を身につける時間とか、本当僕、常識なかったですから、あの頃、えー、そういう考える時間を得たことで、いや、 結果としてはね、卒業できて、えー、就職もできて、あの、食いちも確保できましたから、本当、今思えばですけど、当時は、あの、無計画に、えー、休学したわけですけど、今思えばね、あの、本当休学してよかったなと思ってます。いやー、しかし、本当、あの、今思えば、 あの頃と正反対の生活してますね。<coughs> 今はパソコンもありますし、スマホ持ってますし、こうやって YouTube もできますし、食い縁も確保してますからね、生活も普通に生活できてるし。いや。 いや本当あの今にして思えばなんであんな状況に自分を追い込んでたんだろうって思えるぐらいほ時間の流れって不思議なもんですよね。えー、はい、えー、じゃあすいませんだらだら喋りましたけどちょっとね3月11日ということでそういうことを思い出したので、えー、話していました。 よろしければチャンネル登録よろしくお願いしますえ、2020年はねこんな感じで youtube をやっていこうと思ってるのでよろしくお願いします